皆さん、こんにちは。私はプレアデスのカーラです。銀河連合の使者として活動しています。私たちは皆さんと共に、この特別な時期を一緒に過ごすためにここに参りました。私たちは皆さんが直面している、絶えず動き続ける大きな変化や挑戦、そしてその変革の中心に立っている時代の流れの中で、皆さんをサポートし、共に前進するためにここにいます。火山を想像してみてください。その火山の内部には、圧力を増してきた溶岩が溜まり続けています。この溶岩は継続的にその圧力を高め、最終的には火山の頂上に達してしまいます。そして、ある瞬間、その圧力が限界に達し、突如として火山の頂上から噴火する様子を思い浮かべてください。現在の皆さんの状況は、まさにその火山のようなものです。皆さんの中にも、何かが沸騰し、上昇し続けている感覚があるのではないでしょうか。あなたの周り、社会の中で、様々な変化が日々起こっていることを感じているはずです。これは、私たちが古い第三次元の幻想の世界から、新しい第五次元の現実へと移行している証です。この変化は日々加速しており、まるで沸点に達しつつある水のように、何かが爆発する瞬間が近づいています。そして、火山がその圧力に耐えきれずに噴火するように、私たちもこの惑星上での大きな変化、転換の瞬間に向かっているのです。爆発の瞬間が近づいています。その時、皆さんが今まで身にまとってきた、第三次元の幻想的なベールが完全に剥がれ落ちるでしょう。この変化は、特定の人々だけのものではありません。目を見開いて真実を探求する者、耳を傾けて真実の声を聞き取る者、そして実際には私たちすべてが、この変革の時を体験することになるのです。この大きな変化に至るまでには、数多くの小さな変化が先行してきました。これをドミノの連鎖として考えてみてください。小さなドミノが最初に倒れ、次第に大きなドミノへと影響を与え、最終的には一番大きなドミノまでが倒れる様子を想像してください。そして、興味深いことに、この連鎖の中では、最も小さなドミノが、それに続くもう少し大きなドミノを倒すきっかけとなるのです。この映像を心の中で鮮明に描き出してみてください。このドミノ効果こそが、現在私たちが経験している連鎖的な変化のメタファーと言えるでしょう。現在、皆さんは一つの大きな過程の真っ只中にいます。この過程では、闇の勢力が積極的に動いており、人々を試練にさらそうとしています。彼らは可能な限りの恐怖や悲しみを散布し、皆さんが緊張や不安に感じるような状況を作り上げ続けるつもりです。特に、皆さんが自らを、まだ第三次元の世界に身を置いていると感じている場合、その影響はより強くなるでしょう。この闇の勢力は、皆さんがこの第三次元の状態にとどまることを切望しています。その理由は、その領域が彼らにとって知っている唯一の存在の場であり、また彼らが生きることができる唯一の空間だからです。彼らには、より高次の領域や、高い振動の中での生存はできないのです。彼らは、その振動を低く保ち続けるための、あらゆる手段を尽くしています。しかし、そのような闇の勢力に対抗する力が、皆さんの中にも、そして皆さんを取り巻く集団の中にも確実に存在しています。その力は、振動を高め、光を取り戻すための活動を精力的に行っています。そして、この戦いにおいて、皆さんをサポートする多くの存在たちが、そばに寄り添っています。天使や大天使、アセンデッドマスターたち、そして私たち銀河系の存在たち、地下の都市アガルタの存在たちなど、
多種多様なサポートが皆さんのために集まってきています。私たちは一緒に振動をより高い次元へと引き上げるための作業を継続的に行っています。宇宙の力、その偉大なエネルギーは皆さんの自由意志を尊重しながら地球上の振動を高めるための活動を絶えず行っています。これは非常に重要なことを意味しています。自由意志とは、個々の存在が持つ自らの選択や行動を決定する力を指します。宇宙の原則として、この自由意志は常に最優先されるべきものであり、宇宙の力はこの原則を侵害することはありません。皆さんが心の奥底から真心を込めて助けを求めるとき、宇宙はその声に敏感に反応します。そしてその宇宙からの反応や応答は、皆さんがこれまでの人生で、さらには過去数千年の歴史の中で経験してきたことと比べても、驚くべき形でのサポートや助けとして現れています。ここで言う皆さんとは、実際には人類全体を指しています。この背景や歴史を理解することで、皆さんが普段抱く信頼や希望の意味や深さが、さらに増してくることでしょう。個人的な計画だけでなく、広大な宇宙全体の大きな計画やデザインへの信頼は、現在私たちが直面している変革や進化の時期において、これまで以上に重要な意義を持ってきています。そして皆さんが現在目の当たりにしているこれらの変化や動きは、未来に待ち受けるさらに大規模な変革や進化への道筋を示しています。私はカーラです。私はこのメッセージを通じて、皆さんに平和、愛、そして全ての存在との深いつながり、一体感を送ります。私たち、銀河系の様々な存在たちは、皆さんを見守り、支援するためにここにいます。私たちはいつでも、必要な時に、瞬時に動く準備が整っています。そして、そのための通知、合図はすでに与えられています。Thank you.